チャールズ・ウルリック・ベイはアメリカ合衆国の実業家、外交官。1946年から1953年にかけて在ノルウェー・アメリカ合衆国大使を務めた。ベイは石油会社を経営していたほか、戦略情報局で勤務した経験もある。ベイは政治任用された大使でハリー・トルーマン大統領によって指名された。 1946年7月26日、第二次世界大戦後二人目の米国大使として、ノルウェー王邦魂七世へと新任状の法廷を行い、この職を1953年7月31日まで務めた。大使として、米は事前事業や人道支援への協力を惜しまなかった。財団を通じ、米はノルウェー海難救助協会に救助船導入の ための資金援助を行っており、1958年に浸水した救助船には彼の名を取って RS62 アンバサダーベイという名が与えられた。ベイの一族はノルウェーにゆかりがあったため、大使としてアメリカ・ノルウェーの外交関係に特に関心を持っていた。ノルウェーのナトウ加盟、アメリカ・ノルウェーの経済協力の促進といった政策を強く支持していた。彼の母は、 ハンメルフェスト出身で、父の一族は、ドローバックに、ルーツがあった。ノルウェーの政治家、ホーコンハウアンはおじにあたる。ベイは、ハンメルフェストと、ドローバックに彫像付き噴水を寄付している。チャールズ・ウルリック・ベイ、オフィス・オブ・ザ・ヒストリアン、A.B. チャールズ・ウルリヒ・ベイ・アーカイブ、エンバシー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ、オスロ、ノルウェー、RS62 アンバサダー・ベイ。 レドニングサルスコパット、ハットチャールズ・ウルリック・ベイ・ WNYC アーカイブ、ハットチャールズ・ウルリック・ベイ・ストアノルスキー・リグジコン。ありがとうございます。